それでは準備はどうでしょうか。待ってだということで OK だ、出ました。では本当の最後の最後の一曲です。スイングガールズ&アボーイ with 矢口監督の A トレインをどうぞお聴きください。行ってみようか。監督、演奏はご一曲できるんですか？もうレパートリーはおしまいです。はい、
1曲だけですもんね。はい、ガールズももうなんか出し尽くしてしまったので、うん、じゃあラブを歌いましょう。ラブ、楽器置いてきて。素直だね。おかしくないか。一緒に歌ってください、はい、そしてここはもうスイムガールズ&アボーイだけじゃなくて、今日出演してくださってくれた全てのバンド、そして、シンガーに出てきてほしいと思います。そうですね、皆さんお呼びしたいですね。ウィッキー吉野さんです。斉藤信さん、山口レオ&オルジアブラスアンサンブルの皆さん、ボイスエスオブジャパンの皆さん、そしてシーラカンスの皆さん、スイングレディーズ&ジェントルメン with 岸本ひろし、そしてスイングガールズ&ボーイ、なんと総勢ですね54人。多いですよ。ステージみんな入れますかね。大丈夫かな。あ、用意したものが、はい、ガールズ&アボーイ、ちょっと聞いてください。さっきちょっと用意しました。じゃあ私がマイクを持ってましょう。こちらでどうですか。これで大丈夫でございますよ、はい、一人一人にちょっとメッセージを書きました。いやいや、泣かせる気はないよ。泣かせる気は全然ありません。で、あだ名で呼びますので、多分カメラさんが分からないと思うので、あだ名呼ばれた方は手を挙げてください。じゃあ、泣くなもう。おかん、おかん、はい、音楽担当ってことで決まったと思ったでしょ。まあ、そうは問屋がおろしません。矢口組なんで、いっぱいいっぱい芝居させちゃいました。で、おかんの結構米沢弁、本当ネイティブとなんか間違っちゃうぐらい上手だった。本当芝居頑張ってくれて、どうもありがとう。はい、そしてミサイル、はい、何度も言うようですが、田崎真嗣のカメラ目線は試写の時に気がつきました。いや、本当にあれは狙いだったの？違います。あれは監督がカメラの脇でこうやって見てたから、監督を見てやったんです。これでいいんですかって。いや、思いっきりカメラ見てたって。はい、僕が今まで作った映画の中で、カメラ目線っていうのは一度きりです。どうもありがとう。はい、村長、はい、村長のぽへっとしたキャラクターが、そのまま、味が、映画に出てて良いと思いました。それは無理な相談だなっていう、なんとも、なんかすごい変な抑揚がついたあのセリフ、何かお断りするときに返事に必ずそれを使ってください、便利な言葉だと思います。それは無理な相談だなと。これからもよろしくね。はい、はい、おかん、ミサイル、村長の3人は、本当に完全に音楽関係から来てもらいましたが、
結構演技も面白かったでしょ、ね、やってみて、はい、なのでたまには、出演もしてみてください、オファーがあったらね、はい、次ナギへ、ナギ、はい、ナギの縦乗りトランペットはいつも元気いっぱいで、疲れてる時に見るとものすごくなんか気持ちが軽くなります、はい、その元気をいつまでもみんなにお裾分けしてあげてください、はい、はい、次アッピー、はい、アピー、はい、アピーはいつも明るくてもうみんなのムードメーカーとして本当に一役買ってくれました。久保産婦人科っていうのは実在するらしいです。本当ですか？本当に。なのでCM 出演が来るかも、今のうち待ってます、今のうちプッシュしておいてください、はい、マツコ、はい、マツコへ、初めてオーディションで会った時はまだ中学生でしたね、はい、まあ、そんな彼女がですね、一番重たいバリトンサックスをよいしょよいしょって運んで結構駅の階段を上り下りしてるの姿をもう何度も見かけました。でもバリサクってアッピには無理だからタッパのあるマツコがこれからも頑張って続けてってください、はい、どうもありがとう。そしてなっちゃん、映画のキャラクターの中では親父系で演奏の中ではゴリゴリ系で結構その、頑張ってもらいました。で、まあ、本当はねすごくチャーミングだということは僕はちゃんと知ってます。ありがとうございます、はい、で映画の秘密を一つ明かしますと、智子の家で智子が寝転がってる時に電話がかかってきて、まあ、連絡網の電話がかかってきます。あの声を担当したのは実はなっちゃんなんです。ガールズの中にも知らない人が、はい、キャラクターは変幻自在なんで芝居もいけるぜ、頑張ってね、はい、はい、次はチュラ、まあ、なっちゃんと2人よく年のことを気にしてましただけど、まあ完璧に溶け込んで16歳になってましたよガールズの、まあ、部長も本当にお疲れ様でした。そして結婚おめでとう。はい、つみこ、つみこ、つみ深き、つみこ、おしゃべりで遅刻まで忘れ物まで、まあ、結構手間ばかりかかりましたが、ニューヨークに公演に行った時は、ヒラッチが行けなかったんですよ。なのでキーボードもトロンボーンとキーボード両方担当してくれました。意外に絶対音感があります、毎日風呂入って掃除して歯を磨いてください。はい、次は知性、知性、まあ練習の時は実家の福岡からわざわざちょっと遠い旅をして来てもらってましたね。心細かったと思います。でも、まあ、今は友達がたくさんできて本当良かったですね。はい、はい、でもその免疫のなさが私はちょっと心配です何か相談事があったら自分一人で悩まないで僕とかガールズとかみんなに相談して、これからも女優としても頑張っていってね。聞いてる？聞いてるのか？聞いてます。はい、頑張っていってね。はい、はい、じゃあ次はカナ、